はい、皆様どうも、シャーカーです。最近ようやく涼しくなってきましたね。エアコンと一緒に併用して使ってきたこちらのバッテリー内蔵のコードレス扇風機は夏の間大活躍してくれました。安くて軽くてコンパクト、電力を蓄電しスマホも充電できるので、モバイルバッテリーとして使うこともできます。パソコンの冷却として使うのもありですね。まあそれはさておき、では今回も音質検証の方やっていきます。今回購入したスピーカーはこちら。LFS ルフスの Bluetooth スピーカー、型式 LFS の190です。 Amazon で購入しました。今回は Bluetooth 対応ということで、スマホの音をスピーカーに飛ばして聞いていきたいと思います。それでは早速開封。見た目は丸い筒状でスピーカーっぽくないですね。側面はちょっと光沢があってキラキラしてる。裏面にはメーカーの名前、ルフスのロゴマークかな。ちょっとおしゃれですね。音の方は上の方が網状になっていて、ここから音が鳴るみたいですね。叩いてみた感じはっていうか、内側まで響かないほどがっちり硬いです。そこまで外側が守られている理由は IPX5 防水機能がついてるからですね。お風呂で使うこともできますし、アウトドア用に持っていくのもありですね。下の方にいろいろついていて、 RGB LED ライト、音量アップ、次の曲への移動、音量ダウン、前の曲に戻る、 M モードボタン、ここで再生方法を TF カード、AUX、Bluetooth の3つから選択します。そして電源ボタン、充電にはマイクロ USB、 AUX 端子があるので有線でつなげて音を出すことも可能ですね。この TF の部分はマイクロ SD カードが挿せますね。音楽ファイルを入れておけばそこから再生もできます。What's happy? Happy!中身は英語でなんかちゃちゃっと書かれてますね。こっちが説明書ですね。日本語で分かりやすく書かれてます。今までで一番見やすいかも。ここの内容を見てみると、このスピーカーは1台でも再生できますが、もう1台購入してこの TWS モードを再生するとより臨場感を楽しめるみたいです。そして重量の方、265g、 スピーカー1台分ぐらいですかね。コードの方は有線で音を流す時用のステレオミニプラグですね。両方とも同じです。 Bluetooth が使えない機器には必要ですね。こっちは充電用の USB-A ケーブルに本体に挿すマイクロ USB。 それでは電源の方を入れていきましょう。おお、綺麗ですね。色も時間経過で変化していきますね。スピーカーではありますが、インテリアとしても十分使えますね。ずっと見ていられますね。ではスマホで Bluetooth 接続します。機種や OS によって多少異なりますが、基本はみんな一緒ですね。設定から Bluetooth 接続をオンにするだけ。そしてスピーカー本体の方の M ボタンを押してスマホに信号を送ります。今鳴った音が信号を送った合図かな。はい、出てきましたね。
LSS の190、これがそうです。また音が鳴りましたね。ペアリングが成功した合図ですかね。早速音が出るか試してみます。口の部分の湾曲した部分がちょっとおしゃれ。そしてちゃんと出ましたね。この周りのホワイト色がいいですよね。改めて聞くと自分の声って違和感ありますね。では音質検証していきましょう。はい、セッティングの方は完了しました。音質を最高のクオリティで確認できるように、スピーカーの音場は左に映っている、音楽機材や電子機器などにも接続可能なハイレゾ対応のソニーのリニア PCM レコーダー PCM の D10 で音を取っていきます。実際その場で音を聞いているのと変わらないクオリティで音質が録音できます。そして音質を見極めるための基本ベースとなる音源はパソコンにある音楽データを使っていきます。いつも皆さんが音楽を聴いている時の音源がこれですね。このパソコンから再生されたデジタル音源と先ほど説明したスピーカーを PCMD10 で直撮りしたアナログ音源とで音質の比較をやっていきます。どちらも実際その場で聴いている状態と同じ状況と音質で撮っているので精度の高い比較ができていると思います。今後スピーカー購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。視聴にはヘッドホンやイヤホンを推奨していますので、ぜひ使用して聞いてみてください。そして音を耳で聞くだけでは人や使用機器の性能や品質などの個人差が出てしまうので、音の再生中に周波数も同時に測定し波形を表示させておくので、目視の方でも比較してみてください。周波数の見方などは以前のシャープ5の動画で説明していますので、そちらを見ていただけると幸いです。検証に使用する曲は前回と同じく日本ファルコム様のゲーム BGM を使わせていただきます。英雄伝説6ゼロの奇跡からイネビティブルストラグルを使っていきます。謎の暗殺者との初戦闘シーンで流れるテンポの良い曲です。それでは検証開始。
はい、というわけでどうでしょうか。あまり期待はしていなかったのですが、思ったよりかはいいですね。スピーカー1台で軽くてコンパクト、コードレスで防水機能がありと、多機能でこのクオリティなら十分だと思います。お風呂場で使ったり、アウトドアで使うには十分な音質です。有線で使えば音質変わるかなと思いましたが、それだとこのスピーカーの良さが全部失われるような気がするのでやめておきます。では次のスピーカーの検証をやっていこうと思います。それではここまでご視聴していただきありがとうございました。それではまた。